ピエール・ルイージ・ネルビは、イタリアの構造家、建築家。ボローニャ大学で学び、1913年に卒業、1946年から1961年の間、ローマ大学で工学の教授として、教鞭を取った。美しい構造を設計する、構造エンジニアとして知られ、日本の建築家、丹下建造にも影響を与えた。 特に鉄筋コンクリートやプレキャストコンクリートの利用で知られる。代表作にパラロットマティカがある。イタリアのソンドリオに生まれ、ボローニャ大学で土木工学を学び、1913年に卒業した。卒業後はコンクリート建設協会に入会した。1915年から1918年まで、 第一次世界大戦の間の数年間をイタリア陸軍のエンジニアリング部隊の一員として過ごした。彼が受けた教育は現在のイタリアの土木学科の学生が受けるものとほぼ同じである。1946年からはローマ大学建築学科教授を務めた。1957年、ビルヘルム・エクスナーメダル受賞。1923年に、 土木エンジニアとしての活動を開始し、いくつかの飛行機用格納庫を受け負った。1940年代を通じて、鉄筋コンクリートの可能性を追求することで、西ヨーロッパの多くの建物の再建に尽力した。この時期には、イタリア政府に対して、鉄筋コンクリート製のボートを売り込んだこともある。ネルビは、構造設計。 特に薄いシェル構造物の設計においては、数学と同様に直感も必要であると説いた。ローマ建築やルネッサンス建築の美を参照しつつも、しばしば自然界にも見られるリブやボールトなどの構造的要素も採用した。これは建築の構造強度を増すだけでなく柱を減らすことにも貢献した。彼は設計に、 シンプルな幾何学と洗練されたプレファブリケーションを用いることで工学を芸術にまで高めたと言える。ネルビは土木工学教育を受け、イタリア語で言う建築技術者として活動していたが、当時から建築技術者は建築家として認識されることは稀であった。1932年以降、彼の美しい設計は、 より重要なプロジェクトへと採用されていったが、これは当時のヨーロッパに鉄筋コンクリートや鉄骨を用いた建築物のブームが起こっており、建築的な側面よりもむしろ工学上の可能性が注目されていたためである。ネルビは鉄筋コンクリートを当時の主要な構造材料とすることに成功した。ほとんどの作品は母国イタリアにあるが、 イタリア国外でもいくつか作品を残している。アメリカでの最初の仕事はニューヨークのジョージ・ワシントン・ブリッジのバスターミナルであり、ここでは三角形にプレキャストされたユニットによって屋根が構成されている。この建物は現在でも使われており、毎日約700台のバスが発着している。ありがとうございます。